部のラジカセ。さあお届けした曲、イーグルステキラサンライズ、そしてエアサプライでザワンダーというラブをお届けいたしました。こんな感じでしたね、当時当時こんな感じですね、はい。今日は死後ということで、テーマで来たんですけども、自分の中で死後と思ったのが、そのいろいろあるんだけど、その流行り廃りの言葉もあるんだけど、なんかパッと浮かんでたのが、なんていうの、江戸言葉江戸言葉っていうのかな、江戸弁っていうのかな、ベラン名調の、ほら、そこツートとかまっつぐとかね、そんな感じ100円が100円とかね、あとは東がしがしになっちゃうとかさ、そういう系なところで育ったもんで、結構そんな感じの喋り方なんですね。でウィキペディアとかで調べたら、こうその江戸弁を使う著名人とか言って、有名人とか言って、毒まむし三太夫さんとかあとはたけしさんとか、あとは浅香光代さんとか、いろいろこう いろんな方々がね、こう書いてあったんですけども、どちらかというと多分私はそっちでそんな感じの喋りっぷりでツイッターもツイートしてるし、普段も、ラジオパーソナリティでは全くダメダメなんですけども、そういう喋り方をねしてるんじゃないかなって思います。だからどちらかっていうと、こう なんとなろう、こう実は方言とか憧れてるとかね、喋れればいいなって思うんですけど、そういうのは全然喋れないので、もともとこんな感じの、どちらかというとガサツな、どちらかと言わなくてもガサツな喋り方をしてる、これも死後だんだん廃れていくような言葉のような気がするんですけどね。でこの間気がついたのが、Now とか、 Now って英語の Now じゃないよ、夜とか、夜のナイトの夜じゃないよ、縄を Now とかさ、夜とか、こうほら、なんていうの、何本かを寄り集めて縄をナウとかっていう言葉って、多分そんな言葉がうちの子供に通じなくて、ナウっていうの分かるって言ったら、その英語のナウかと思ったみたいな感じだったんだけども、やっぱりね、このナウとね、夜、こよりとかの夜っていうのはね、あんまり使わなくなっちゃったっていうか、そういうことをしなくなっちゃったから使わない言葉になっちゃったのかな、なんていうふうにも思いました。この間なんかでチラッと耳に挟んで、あ、ナウとか夜とか言わなくなっちゃったなって思ってますね。うん、江戸言葉ね、怒ると出る怒るとそっちに、こうそっち側にこう、怒ると浅香光代さんみたいになるっていう話、結構怒った時はそういう口調になるんだって、私が、そういう話です今日は死後ということでね、募集しました、焼きそばさんから、死後の世界それは死んだ後、それは死後死んだ後の死後ね、ひそひそ話、それは死後、私の言葉ね、そうではなく、古く使用され、現在は全く使用されてなくなった言語または単語のこと。テレビの CM で、はい、お釣り300万円と死後から蘇ったり、いまだに使われているレンジでチンはいいとして、この番組のリスナーはこのジャンルは得意そうですから要注意かもしれません。貧乏なことをスカンピンと言ったり、あ、スカンピンって漢字こういう字なんだと書く、素肌の素に寒いに貧乏の貧、スカンピン、へえ、これひらがなでしか見たことない、相対することをドロンしますと言ったり、二度と来るなを一昨日来やがれそっち寄りだねと言ったり、分かりきってることをあたぼうよと言ったり、ハンガーをえもんかけと言ったり、バカ野郎をすっとこどっこいと言ったりする人は注意が必要かもしれませんというね、焼きそばさんです
ありがとうございます。すっとこどっこい、すっとこどっこいは言わないけどさ、なんか前も言ったかもしれないけど、うちのお父さんが絶対にすごく怒る時に薄バカ野郎っていうのね、あもう亡くなっちゃったからあれなんだけど、人生で結構薄バカ野郎言われたんだけど、その薄バカ野郎の薄はなんだって結局あの亡くなっちゃったんで聞いてないんですけどね薄バカ野郎でした。ラジオネームキングカズン、いつも長くてチョベリグーナミカボー部長始まったぞ。全国全国軽音部員の皆さん、今週もお疲れ様です。部員番号21、キングカズーンでございます。キングカズーンっていうのいいね、鼻から抜ける子カズーンなんか自分でこう言ってて楽しくなってきちゃったんだけど、死後は嫌いじゃないです。こちら午後から青空が見えてきて、いよいよ梅雨明けか、暑くなったので直帰を脱いでズックを履いて夜の街に出かけたいのですが、水戸の市内はコロナ感染の激増しているので、家でアイスをシャジで食べて、おシャジね、おさじ、おシャジで食べて、テレビのチャンネルを回しながらおとなしくしてようと思う花金の夜です。死後ばっかり使ってイカレポンチと言われないようにしたいと思います。都内は大変なことになっておりますが、部長も引き続きさらにお気をつけくださいね、というキングカズーンでした。ありがとうございます。カズーンちょっと壺に入ってしまった、なんかこういうの並ぶな。ミカボー部長さん、面白エロリンコ軽音部員のミナノ州、ミナノ州できた今日は。粉さん民番は部員番号795番、はい、トラックヤマちゃんですよ。今宵もよろしくお願いいたします。なんでこれ並べちゃったんだろう今宵の課題の死後ですね、ナウイポケットベルスケバンよっこい小一よっこい小一はうちは言うよチャンネル回して国鉄コンポ余裕のよっちゃんマッポとかありましたね、リクエストお願いいたします。トランジスタラジオ RC サクセションなんですが、山ちゃんまた今度。なんかこう死後ってちょっと危ない言葉が出てきそうだからちょっと気をつけようなんか危ない、こう苦情が来そうな、なんかちょっとドキドキしてきちゃった気をつけよう。高津シャコタン乗ってるヤングなアベックがいきなりチッスしだしたから、こいつら今からホテルでニャンニャンタイムだな、危ない、ドキドキしてんな、こんちくしょう、俺もピチピチギャルとレッツラゴーしたいぜ、おっと思わず叫んじゃって、メンゴメンゴ、今日もメール読んでくれて、タカツマンモスウレピー、そんじゃねバッハハなんかちょっとろくでもない課題にしちゃったな今日はこういうテンションが多いかもしれない。タカツありがとう。ちょっと、こんな感じで残り40分ぐらい行きたいと思いますのでよろしくお願いします。ドン引きしないようによろしくお願いします。さあ、お届けした曲 FR デイビッドワーズ送りいたしました。一発屋のね、ヨーロッパでしか売れてない日本ヨーロッパあたりでしか、アメリカで当たらなかった FR デイビッド、ね、フランス人の、ね、一発屋なんですけど、なんかごめん梅雨明けしてないごめん、あ今曲の途中でドドドって斉藤ディレクターが梅雨明けしてないよねしてないんですか、何見たのみたいな、近畿地方の見たのかなね、いやー本当に適当な軽音部なんですけども、はい、ごめん梅雨明けしてない、つやけしたって周りの人に言っちゃったら嘘だって言ってるって言っといて、ラジオは嘘ついちゃいけないよね、ねえ、うちの番組を除いてよかった昼の番組やってなくてよかったね、本当にそりゃ昼の番組やらない方がいいわ情報番組ダメだから、ね、つやけしてません、誰そんなこと言ったの、してないよ、何言ってんのさあ行こう、どんどん行こう、しおちゃんです、テレワーク多めだった先週なのにやたらと夫が
うちに帰ってきたがるので羽の出し入れで肩がパンパンになっちゃったって。デビルウィングね。デビルウィング出し入れ。仕事といえばこの間の私のメールの内容にもちょっと関わるな。うん。ただ周囲に流行語を牽引する世代の高校生とか大学生とかがいないので死語になっている話し言葉の使用率高めかも。いやうちいますけど、うちはいるけど徹底的に使ううち夫婦が徹底的に使うからね死語をというわけでちらっと調べてみたら、うん、ずっとも、ずっと友達ってやつ、ずっともがもう死語で BFF になったそうですね。 BFF 大悟みたいだよね。ベストフレンズフォーエバー。あ、なるほどね。頭文字なんだけども、うん、英語社会だとかなり使い古された印象。へえ。セックス&ザシティでも使われていたんだけど、調べてみたら1987年にもはや存在していた模様です。あ、そうなんだ。てなわけで日本では新しいよんと思っていても外国では使い古された感があったりするのよねというお話でした。へえ。BFF、うん、なんか食べ物かと思って、あの牛肉のなんかみたいな。そんなことはどうでも。スティングのイングリッシュマン・イン・ニューヨークをリクエストいただいたんですが、しおちゃんまた今度。へえ、そうか。やっぱり その辺が海外と日本でちょっと違ったりするんですね。トモノリ三河坊部長さん&じゃない、全国ケイラジリスナーの皆さんこんにちは。今日の、あ、こんちは。今日の富士北麓エリア青空も覗き、梅雨明けがようやく見えてきたかなという感じです富士山の方が梅雨明けがようやく見えてきたかなっていうのに、東京が梅雨明けするわけないんだよね。読んでたのにダメだな。さて死語、ティーンエイジャーの頃によく耳にした中に結構あります。まぶい、イケてる、イカしてる、ボインちゃん、ママトト、ママトトってどういうの、むっつりとか、あと奥様言葉でざます、タクノとか、これはこれ主語なのかなね、タクノとかザマスとかタクノっていう人はね、あんまり知り合いにいないんだけどねありがとう。そして、三河部長こんばんは。プリン2号です。プリン2号さん、札幌快晴の1日でした。28度くらいかな、まだ扇風機でいける暑さかな。死後でググん死後でしたよね。ググってみたら使ってたよ、何々ナウや花金ヤングとか、まあやばいと思いながら使ってるのもあるけど、ちょっと前に流行った言葉も数年で死語になっちゃうのよね。今でしょ、あ、今でしょは大丈夫なのかな。今でしょどうでしょうね。今でしょ使う人いるかな最近ね。先生が、あの林先生が今でしょをあんまり言わなくなったっていう感じなんですけどね。でリクエスト、ペピーノガリアルディのガラスの部屋だったんですが、また今度ね。死後もいろいろありますよね。自分ではだから気がついてない指摘されないと気がつかないんですけどね。いやー本当に。さあここでもう一曲いこうかな。もう一曲いきたいと思います。はい、この曲お届けします。あれ、やっちゃった、やっちゃったね。あ、違う違う、かけ直そうちょっと待って、やり直し、気分悪いからやり直しいきます。さあお届けした曲 JD サウザー You are only lonely でした。ここで一旦 CM です。さあ後半に入りました。これは誰、朝焼酎三河坊部長お疲れ様です。出席届のみで I'm sorry ヒゲソーリーバイナラI'm sorry ヒゲソーリー、それからこれはジャック会リーダーさん、今日も聞いてるよ、ありがとうございます。そしてツイッターの方でマーボーがいます。マーボーがいて、あとはさっき SS109 いたよね、いたよね、いたよね、キングカッツン、それから、息子島息子島もいます。さあちょっと待って、どんどん読まないと時間がないよ。
これは三河坊兄貴、葛飾関係者の皆さん、全国からお集まりのおもろい部員の皆さん、こんにちは。部員番号69-69ナウイヤングな神戸のドテピーです。恥ずかしい仕事ってなんやろ、ボインちゃんとちょめちょめしたいです。リクエストはカモンタツオ、アホが見る豚のケツ。この次ドテピーありがとう。いやーねー、そうか、そんなのもあったね。亀有の亀さん、三河部長、部員リスナーの皆さん、こんばんは。そろそろ梅雨明けですね。あ、耳が痛、耳が痛。それでもまだマスクが必要なので鬱陶しいですね。さて今週の課題、死後ですが、それは下駄箱ですかね。死後であって死後でない言葉ですが、今は日常生活では下駄を履く生活はほとんどなくなりました。だから若い世代では死後ではないかと思うのです。下駄そのものも、うん、うちの旦那この間下駄履いて転んでた。まあいいや。家庭内や銭湯、土足禁止のところでは靴箱が設置されています。今はシューズボックス、靴箱と呼ぶのが一般的ですので。あ、そう、あれ、ですが亀や中年以上はまだ思わず下駄箱と言ってしまいそうです。ネットで見ても下駄箱の文字が出てきます。ですから下駄は死後でも下駄箱は生きてます。三河部長はどちらですか。当然下駄箱です。下駄箱ですよ。今週も三河部長と部員の皆さんの報告を楽しみにしています、というね、亀さんです。ありがとうございます。そりゃそうだわ、下駄箱です。全然下駄箱。V 番号339のスダクです。スーちゃんです。今日の課題、死後、古い人間なので。古い人間なのでって、そんなね、生活場面でちょこちょこ死後を使っていますが、急に言われるとなかなか出てこないあたりも古い人間ならではですね。ね、死後ではないかもしれませんが、私が真っ先に思い浮かべるのはダブルブッキング。若かりし頃の夫は曜日ごとに彼女がいたらしく。出てきたぞ。たまに曜日を間違えてダブルブッキングということが何度もあったようです。すごいね、モテモテだよね。まあ自業自得ですね。でリクエストで郷ひろみのダブルブッキングをお願いしたいところなんですが、郷ひろみなだけに非難ゴーゴー。オチがあるねな歌詞ですね。今の時代では本気で非難ゴーゴーかも、あ、非難ゴーゴーも死後かな、というね、すーちゃんです。では行ってみましょうか。ダブルブッキングお届けします。なんかひろみ号が歌うとありですね。なんでなんだろう、なんか許せるというか、ありだなって思う。闘牛士のマンボウ、死後そのまんま行っちゃうと松本明子ちゃんの二の舞になるから放送禁止かどうか気をつけてね。危ないな。エッチスケッチワンタッチアスケッチ、え、昔は大概ブラウススケスケで後ろから前からブラの形状を独自研究できたのにな。3分間待つのだぞ。うん、インド人もびっくり。イーデン、イサク、イサコンチタビナシ。逆から読んだらアウトで、あ、そういうことね。でリクエスト、松原美樹の真夜中のドア、また今度ということでね。マンボ危ないね、ドキドキするよ。それからカレーパンちゃん、オーバーオールって今はサロペットっていうのですね。サロペットって言うんだっけ。そうだ、あ、そうだね。昭和の頑固な女なので、私は今でもオーバーオールと言います。死後もめちゃくちゃ使ってます。パンタロン、ラッパズボンは今なんて言うのでしょうね。おしゃれな言い方あるのかな、あるのかね。パンタロン、なんだろう。でリクエスト、あっと驚くためごろ。また今度ね、カレーパンちゃん。なんだろうね、コールテンとか使うけどね、コールテン生地ね。さあ、なんとなくこうちょっと危ない領域にだんだん入ってきてますよ。ラジオネーム、ザクロちゃん、三河坊様こんにちは、ザクロです。仕事といえばポルノ、スケバン。私高校生の頃、先輩の車で畑中陽子の後ろから前からともっと動いてを聞いてセクシーな美声と曲とサウンドにハマって、友達とレコードを買いに行って部屋で聞いてたら、母が何てもの聞いてるのと怒鳴り込んできて。そうなんだ。レコードジャケットも綺麗なのでスクラップしていました。三原純子も好きで
男子の家まで行って雑誌ゴロを何冊もピンナップ見て、ピンアップやグラビアやら、あ、いや、表紙まで切り抜いて持ち帰りスクラップしてました。ひょっとしたらスクラップも死後ですかね。そうかもしれない、ね、リクエスト後ろから前からもっと動いて三原純子セクシーナイト、いやいやまた今度危ねえなー。金堂ちゃんラッタタに乗ってカツエフまで来た三河坊部長、お集まりのナウでヤングなシティボーイグラマナチャンネーの皆様んちゃ、今日は花金でプレミアムフライデーなのよ。冒頭から現代っ子にはわからない言葉いっぱい使ってアイムソーリーヒゲソーリー出てきた。そんなわけで昭和なおっちゃんはこの辺でドローンさせていただきます。てかさ、おっちゃんらは死後なんてのは今も生きて使ってるんで死後じゃないのよ、とほほ。確かに使ってますね皆さん、この辺の皆さんみんな使ってますね。さあそしてこれは誰、V 番号4番市川暮らし、課題死後ちょっとおしゃれな服を着たお客さんを、かっこ女性年下をお店で褒めるとき、すごいおしゃれですね、ハウスマヌカンみたいというとまるで通じません。ハウスマヌカンね、死後なんですか。いや言わないんじゃないの、今なんて言うんだろう、今だとアパレルっていうのでしょうか。でもアパレルじゃ褒め言葉にならないし、なんだろう、なんて言うんだろう今ね。三河坊部長はこの言葉使えます、ハウスマヌカンいや使わない。うちのいとこがさ、うち親戚お寺が多いんだけども、うちのいとこのいとこ、あ、母のいとこで私より3つ上なんですけども、あの坊主の息子なんですが、ハウスマヌカンだよいやアパレル関係って自分では言ってるけど、ね、ハウスマヌカンなんですかね。ねえー、とラジオネーム親島、三河坊部長、葛飾 FM の皆さん、全国軽音部員の皆さん、本日の活動もよろしくお願いします。月末の今日スマホ通信制限が発動され、通信制限か、通信速度がものすごく遅くなってしまった部員番号90010000レレレのレのラジオネーム親島です。アッシーメッシーみつぐくんとバブル時期に流行った言葉も今は死語ですよね。あと逆さ言葉、シーメどうする、シースザピーメンラ、私の周りは結構これ使うんだよねなど意味もなく走っていました。本当に間抜けでしたね。ナウでヤングな私には昔のことなど分かりませんやんリクエストはトンネルズの一番偉い人へ、これかけたかったけど、また今度、早くコロナが収束しますようにというね、ラジオネーム親島です、ありがとうございます。親島がそんでね、ちょっとあれよ、あのゆったりくるめら金曜日へのメールをね、葛飾 FM によこしやがってって五郎さん松田さんスタッフの皆さん何を言ってんだ私は言わずと知れた鉄道ファンですとか言ってね書いてます。はい、リクエストはビリーヒューズの届かぬ思い、メールが届いてないわそもそもという感じで、親島こっちに送ってくるな、また来週だって、もう来週も届いてないこれということで、あの五郎さん、柳瀬五郎さん、親島がこっちに送ってましたそんな柳瀬五郎さん、三河坊部長、全世界10億6000万の軽音レンジャーの皆さんこんばんは。人が死んだらお星様になるとその死後じゃないですね、死後でした。高校生の頃かな、宮田康夫あーというアイドルがやった CM でパフスティックコーンあったね、パフいじゃんというフレーズが流行ったことがあります。あったあった、そういえばまぶいとかはくいとか可愛い女の子に言った記憶が、なるほどね。でリクエスト、沖田博之いい気持ち柳瀬五郎さん、五郎ちさんお届けしたいと思います。懐かしい一緒に歌ってしまった。さあラフティさんです、こんばんは、ミカちゃん、さて今週のテーマ死後 とのこと、そんな古い話は20歳になったらやめましょう、ん死後20って
って言ってな。おやじギャグ。死後、今日写真撮った死後54だ。逆だ。そうそう、私のひいおじいちゃんは源左衛門という名でした。ところが僧侶にお布施をねぎったため、僧侶がやけくそで戒名をエロじじいとしてしまいました。本当かいな。しかし源左衛門という名前は100年前に消えても、エロじじいという名は今現在でも人々に愛され親しまれている名前です。私も自分の戒名はクソ袋玉次郎。何それ、この名前、あのラジオネームそれでいきましょう。と自分で名を付けました。今は誰も見向きもしてくれないが、私の死後100年が過ぎたらきっときっと人に愛され親しまれる名前となるでしょう。ではミカちゃん、スリスリのペロンチョペロンチョ。ありがとうございます、タフティーさん。ね、クソ袋玉次郎。まあいいか。最後最後、あそうだ、ツイッターでさっきユミくんとタカコよがいたよ。発見しました。ありがとうございます。それから、最後ね、最後これはね、岩月の達夫くん、さっき車ぶつけてたけど大丈夫、ツイッターで見たら大丈夫、大丈夫じゃないか、今日のテーマ死後はベストのことを直帰、ハンガーのことをエモンかけといろいろありますね。でリクエスト、チューブ、夏を待ちきれなくて、これエンディングにしましょうね、エンディングにしよう。さあ時間もしてきましたが、さっき親島がよその局のメールをうちの局に、私の番組だからいいようなものの送ってきたが、来週の課題、来週の課題、禁断の禁断の領域行ってみよう。来週8月7日、8月に入りました、8月7日のび太くんの誕生日です。来週は禁断の領域、多分他の番組は絶対にやらない課題、おすすめのよそのラジオ番組。絶対に他の番組じゃやらないと思う。ということで今週も部活動お疲れ様でした。来週も金曜日の6時軽音部でお会いしましょう。それではまた来週、さようなら。